流氷観光が終わり、大型連休を間近に控えた春の知床。新型コロナの行動制限もなくなり、にぎわいの復活が期待されています。道東の斜里町と羅臼町にまたがる知床は、2005年世界自然遺産に登録されました。ヒグマやイルカなどが間近で見られる観光船は人気を集め、コロナ禍以前は年間150万人以上が訪れる観光地でした。しかし去年4月に発生した観光船の沈没事故が観光の街に暗い影を落としています。大型連休中の宿泊施設の予約は伸び悩んでいて、ある民宿では例年よりも3割ほど少ないといいます。タクシーの運転手は、お客さんがやっぱり嫌だっていうところにエージェントさんも止めるわけにもいかないし、まあ、まして個人の人もあんまり来たがらないと思いますよね。まあ、厳しい1年だったんですよね。斜里町によると事故後の観光客数はコロナ禍以前の6割程度にとどまる見込みです。事故に遭われたご家族でまだ発見されてない方もいらっしゃいますので、まあなかなかこう誘客ができない1年だったかなというふうに思ってます。来月8日から始まるマスなどの定置網漁を前に準備を進める漁師の小坂昭彦さん。事故直後から捜索に参加し、4日後に小さなリュックサックを発見しました。中に入っていたのは菓子やゲーム機、後に亡くなった3歳の女の子のものだと判明しました。その船沈むまで、亡くなるまでの恐怖、それはね、相当だったと思うよ、うん、それを想像できるから、うん、みんな漁師は、うん、高校卒業以来40年以上漁師をしてきた小坂さんは、去年11月新たな挑戦を始めました。自分で取った新鮮な魚介類を提供する居酒屋をオープンしたのです。普段こんな食べられないようなのを出してもらってすごく嬉しいです。それまで観光とはあまり接点のなかった小坂さんですが、知床の魅力をアピールし、事故の爪痕が残る街を少しでも元気づけたいという思いでした。こんなおいしいものあるんだっていうのと、やっぱりその地元のことを俺がいろいろ話して、知床の素晴らしさをこう分かってくれたら、観光を復活させ町を元気づけようという試みが広がっています。ウトロで32年間民宿を営む小野寺武史さんです。いや、ダメージは大きかったですね。やっぱり知床のイメージっていうのはなんかこう楽しめる雰囲気ではなくなってしまったっていう状況だと思います。小野寺さんの民宿では道内外からやってくるアーティストが開くライブが人気で、それが目当ての宿泊客も。しかし事故後はそれを自粛しました。出演者も、まあ、こういう時期だからの遺族の方の気持ちを考えたらちょっと延期しますとか。小野寺さんがライブに代わる目玉にと考えたのが、地元の食材を活用した食事の提供です。一番お客さんが喜ぶっていうのは、ここにしかないものを食べたいっていうのがねあるんで、なかなかそれに近づけるためにはやっぱりいろんな魚の種類をね補充しておいて提供できればなと思ってます。そこで白羽の矢を立てたのが、自分で取った魚で居酒屋を営んでいる漁師の小坂さんでした。民宿で提供する新たな料理を開発しようと訪ねてきたのです。フォークとナイフした、うん、やばい、うわ、最高だわ、最高だ、地元で採れたブリをオリーブオイルで焼いた料理、
考えたこともない調理法でした。小野寺さんは小坂さんが取った魚を民宿の料理に使いたいと考えました。ガンガン魚さ、時酒さ、うん、結構欲しいんだ、うん、この刺身用に刺身、うん、12本ぐらい欲しいんだ本当は。12本、うん、いけるかな。少ないんだ、少ないんだ。漁獲量が少ない中、なんとか確保してもらうことができました。あの地元のさ、旅館とかもやっぱり地元の魚をボンボン使ってほしいよな、よそから入れるんじゃなくてな。小坂さんは漁師と観光に携わる人の距離が近づくことを願っています。昔そんなに仲良くなかったかなって印象がある。だからもう少しね、仲良くなってれば、いやこの部屋やめた方がいいよとか、例えば飲んだりしたらそういう話できるじゃないですか。だったらもうこんな事故起きなかったのかなっていう気もするけどね。今月16日、小野寺さんの民宿では本格的なライブが再開しました。ライブに加え、地元産の魚を使った料理で宿泊客をもてなします。観光地知床で生きる人たちはそれぞれの立場で事故と向き合い、未来を模索しています。